行こう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 。はい、みなさんこんにちは。車の大戦閣下しのっぴーです。今回はこちらソフト99のフクピカトリガー 2.0 の強力タイプをちょっと使ってみようかなと思います。で、これ強力タイプじゃない通常バージョンもあって何が違うのかっていうところなんだけども、この耐久性が強力タイプは6ヶ月で、通常タイプは確か3ヶ月で、通常タイプは僕使ったことないんだけども、金額がね、ほんと5、60円しか変わんなかったので強力タイプを購入しました。で、まあどういうものなのか、汚れたボディにスプレーして拭くだけ、洗車と艶出しがワンステップで完了、洗車機の洗浄にも強い耐久皮膜ですよと。耐久6ヶ月670円このフォルム。僕ね、結構ねジャケ買いをする人なんだけども、ほんと6ヶ月あんのっていう見た目なんだよね。まあ見た目で判断しちゃいけないんだけども、ほんとかねと僕は思ってます。ちょっと半信半疑なので、まあ実際に施工してみようかなと。で、今回は一旦撥水力とあとツヤのところを見て、その次かな、まあ、他の動画で、まあ、その耐久性、まあ、1ヶ月後だったり2ヶ月後に今こんなもんですよっていうのをちょっと動画として公開しようかなと思ってます。で、この汚れたボディに使えるっていうのは泥とか砂とかそういう汚れのことを言っているのか、それとも洗車しても落ちないような水垢の汚れのことを言ってるのか、その辺がねちょっといまいちわからない。で、僕はその泥とか砂の汚れっていうのはこの拭いた時に傷が入る可能性があるので極力避けたいということで、今回はちょっと水垢で試してみてどんな感じなのかっていうところ見ていこうと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら今回こちらの車に施工していこうと思います。で、この車は過去にゼロ施工しました。で、今回それはまあ落としちゃいたいんだけども、まあ1ヶ月後どんな感じなのかっていうのを軽くお見せしてからフクピカトリガーの方を施工していこうと思います。そしたら水かけます。水施工をゼロウォーターゼロドロップゼロッターゼロッターなかなかいいぞ。で、水施工より若干ゼロウォーターの方がまあ、水引きが早いんだけども結構落ちてきてる感じだね。この下段がいいね。ゼロドロップもちょっと撥水力弱まってる感じはするけど、まあ撥水で言うとゼロドロップの方がやっぱ強いかなといった感じです。これはもう落としちゃいます。はい、コーティング剤の方落とし終わりました。こういった感じで浸水状態、さっきまでこの下段弾いてたけどもう弾かなくなったということで、フクピカトリガーを使ってみようかな。で、水なし洗車って書いてあったんだけども、もう水使ってますやんっていう感じです。まあ一回洗車もしてるし、まあちょっと種子がちょっと若干ずれちゃったんだけども、この耐久6ヶ月の撥水力がまあ670円でどんなもんなのかっていうところを見ていきたいなと思っております。で、一応マスキングを貼ったので、この中だけちょっと未施工にして周りだけやっていく形にしようかなと思ってます。で、水垢そんなないな、参ったね。まあそしたらちょっとまずここ施工してっちゃいます。水なし洗車ってね無理あるよね結構。そしたらまず使い方いきますかね。使用前によく振ってから噴射口をオンにして30センチ四方にワンショットを目安にボディにスプレーし、液剤が乾く前に綺麗で柔らかいタオルかっこマイクロファイバークロスは不可で軽く拭き上げてください。汚れがひどい場合はあらかじめ水洗いし水滴を拭き取ってからお使いください。汚れがひどい場合っていうことは泥とか砂汚れは NG だと思った方がいいと思います。で、水滴が残ったまま使用すると拭き筋はムラになる恐れがありますということなので、逆に水がない方がいい商品なんだろうね。じゃあ使っていこう。よく振る噴射口オンで、マイクロファイバークロス以外のタオルがもうこれしか見当たらなかったです。シワラスターのワックスの仕上げ用のタオル、もうマイクロファイバークロス以外のタオルって洗面台とかで使ってるようなタオルなのかな。まあ、とりあえずマイクロファイバークロスしかほとんど持ってなかったのでこれを使ってやっていきます。で、まあ、30センチ四方にワンプッシュ風強いな。液剤はちょっと白っぽい感じ、あーなんかツヤはねすごい出てる感じが
します。洗浄効果はあるのかね。まあステップ周りがちょっと汚れてるので、その辺は水なし洗車みたいな感じでやっていこうとは思います。で使ってみた感じはなんかね、ちょっと乾いてくると白っぽくなるので、液体ワックスみたいな感じでツルツルにはなっています。まあいっか、こんなもんで。でまずツヤを見てみようかね。やべ、吹きムラがあるな。ツヤはね、わかんないかな。ちょっとね、1日経過させてから撥水とツヤの方を再度見ようとは思っています。けど今のところちょっとね、ツヤが出たかどうかっていうのは肉眼じゃわからん。そしたらちょっと汚れを見たいので、ミラーとサイドステップちょっとやってみます。まずはミラーから行こうかな。ここちょっと水垢が点点点点とあるので、ここに使っていきます。この辺まあ上にもねあるんだけども、どうだろう。あれ、目立たなくなったかな。あれ、ツヤ出てんのかな。なるほどね。再度ちょっとこのスプレーで濡らす、こうした時に水垢はちょっと出てくるんだけども、ツヤが出てるのかどうかわからんが、だいぶ目立たなくはなりましたけど、水垢がなくなっているというわけではなさそう。なんかね、テカテカになったような気がするよね。ここに目立った水垢があったんだけども、ない。そしてツルツル。もうちょっと分かりやすいところでやっていこっか。じゃあ続いてこの辺やっていこうと思います。この辺はね、すごい汚れてるね。でもうまさに水なし洗車って感じですよ。今さっきね、ちょっとツイッターに上げたら、水なし洗車気になるっていうのがね結構多かったので、ここやっていきます。でタオルは普通の綿のタオルを持ってきました。さすがにね、さっきのタオルをここに使ってちょっと汚れて一発終了みたいのは嫌なので、これでやっていきます。ここまあワンプッシュでいいかな。この下もすごい汚れてるんだよね、この辺。うわちょっとね、やだな。タオルがすごい汚れるけど、確かにね、汚れも落ちるんですよね。まあこの程度だったら水拭きでも汚れは落ちると思うんだけども、まあ普通のなんか水拭きと何が違うんだというところだよね。それは多分これ1本でワックスの効果も得られるということなんだよね。うん、確かに綺麗になりました。で水垢は落ちないな。やっぱり目立たなくはなるけど落ちない。もう悪くはないと思うよ、安いし。でこれで撥水して6ヶ月持つんだったらコスパもすごいいいと思うんだけど、やっぱりね、ちょっと水なし洗車って気が引けるっていうかね、ちょっと怖いんだよね。もしかしたら僕はね、気にしすぎなのかもしれないんだけども、やっぱちょっと嫌だ。なんかそうだね、汚れが落ちるっていうよりかは霧吹きに入った液体ワックスみたいな感じなので、砂ぼこりとか、まあ、水とかで落ちるような汚れだったらこれでも落とせると。けどまあ水垢とかは多分これは無理かななんて思ってます。ここを見るとね、すごい綺麗になったのはわかる。だいたいこの辺かな。こっち側は今のフクピカトリガーで綺麗にしました。でこっち側は汚れてるね、白っぽくなってる。まあこれぐらい汚れの差があれば、このツヤの違いみたいな感じはわかるんだけども、まあ先ほどのドアパネルみたいに最初から綺麗になってたら、そこまでそのツヤの感じはわかんないのかななんて思ってます。この感じは綺麗だけど、この辺水垢残ってるね、ちょっと見えにくい。この辺に結構ね、水垢が残っています。まあ、ちゃちゃっと系だね、ちゃちゃっと系。続いてボンネットにもちょっと施工してみようかなと。でボンネットもドロッターやってて、ゼロウォータードロッターゼロドロップ、これがまあ1ヶ月後だいぶ弱まってはいるけど、まあ、ゼロウォーターとそれ以外の2つを比較すると、まあ、1ヶ月ごとの施工なのでだいぶ弱まっています。そしたらまあこれも落としてから施工しようかな。はい、コーティングの方落とし終わりました。浸水状態なので、これを1回拭き上げてからフクピカトリガー 2.0 強力タイプを使ってみようと思います。念のため撥水深くをしやすいようにマスキングテープ貼っておきます。
で左側に施工していくか。30センチ、だからまあ2プッシュぐらいだな。こんなもん。なんかやっぱねワックスだね。ワックスに近い。まあ施工は非常にしやすいですね。やっぱり、まあ、ガチ洗車っていう感じではないかな。パパッと洗車。あーなんかツヤ出てんのかな。まあちょっとなんか1枚上に膜が張ったような感じはするかな。でツヤの感じはなんかコーティング剤の固めのツヤっていうよりはやっぱりあのワックス系のね水っぽいぬるっとしたような感じのツヤに近い。うんけどちょっと分かりづらいな。やっぱり剥がしてみます。線はあるけどちょっと分かりづらいか。分かるかな。ここ線があるんだけどもどう。あツヤ出てんのかな。この手の感じを見るといや分かんねえな。ちょっと難しい。その定着時間みたいな書いてなかった。もしかしたらまあワックスと同じような感じですぐ水かけても大丈夫なのかもしれないんだけども、まあとりあえずこのまま放置して一応念のためね1日様子を見てからちょっと水をかけてみようかなと思っております。とりあえず今日は終了。また明日。1日経過しました。なのでドアパネルの方からちょっと撥水を見ていこうと思います。撥水なのか疎水なのかその辺もよく分かってないのでとりあえず水をかけます。あーなんか疎水っぽい感じだね。なんか見せ口箇所までちょっと水が引いちゃってる感じ。失敗したか。なんか疎水っぽい感じ。けどまあちょっと綺麗じゃないね。なんだろう、まあ、めちゃめちゃ辛口で言うと、まあ、600円台のコーティング剤っていう感じが今のところしてるけども、どう。この浸水状態を作れるから、まあ、疎水に近い感じだね。で水が引いていく。バラ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 っときてね、ちょっと水残りも多い感じがする。いやもうちょっといい感じだと思ったんだけども、なんか施工方法間違えたのかな。タオルがダメだったのか、そもそもこんなもんなのか。これまあ6ヶ月持つのっていう感じが若干してるけど、まあ、もしかしたらボンネットの方は撥水っぽくうまく施工できてる可能性もなきにしもあらず。なのでちょっと一旦ボンネットの方を移動します。この辺で見えるかな。ツヤの感じちょっとわかんないかな。ちょうどエンブレムがここにあるのでこの辺に境目があると思います。でまあちょっと光の加減上日が左側から来てるので、まあ、この辺がちょっと明るく見えるんだけども、まあ肉眼で見るとそのツヤの違いみたいなこっからここみたいなやつは見受けられないかなという感じです。そしたら水をかけてきます。いきます。こっち見せこでこっちがクピカトリガー 2.0 強力タイプ。浸水状態になって水の方がそうだね手前の方が引いていくね。どんどんで奥はすごいゆっくり。クピカトリガーの方は大きい塊はほぼなくなったので、まあ、疎水系かな。ちょっとこっちの角度から見てみます。まあ撥水ではないね。左の方が水の引いていく速度がやっぱり速いと。まあ施工はされてるけど、まあ、疎水でちょっと水滴の残りは多いかな。この辺はまあイオンデポジットのせいなのかその辺ちょっとよく分かってないですが、あんまちょっとパッとしないね。こういう水もかけてみるんですが、やっぱ疎水なのでこういう雨っぽい水だとちょっとのぺっとした感じになっちゃうかな。そうだね、まあ、見せ工と比べると全然違うは違うんだけども、難しいね。これは何だろう、僕が悪かったのかな、あのクロスがダメだったのか。納得いかないわけじゃないけど本当に正しく施工できてるのかどうか、このフクピカトリガーとしての良さをしっかり伝えられてるのかどうかがちょっと不安。まあ、これがもう本当フクピカトリガーの力だとしたらコスパのところがメインになってくるのかな。その670円っていうところ
で、ドアパネルの下、まあ、開けたところにちょっとあの汚れが溜まってて、そこをちょっと拭いてみたんだけども、そこはね、結構いい感じになってました。ちょっと撥水云々は別として、まあ、この辺は何もしてないです。で、これがちょっと下に下がっていく。じゃん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 、この辺まだ汚れてるね。で、この辺施工したんですよ。この辺はまあ綺麗になってます。綺麗になってるね。この辺、ここに境目があるんだけども、まあこれはまあ綺麗。なるほどな、もしかしたらな、そのタオルの使い方、僕のなんか施工が間違ってるのかもしれない。なんかマイクロファイバークロスは NG っていう話だったんだけども、まああのタオルもダメなのかっていうことは、もしかしたらタオルでその撥水力が変わる可能性ってあるよね。なるほど、 OKOK。 とりあえず今回はこれにて終了。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちらソフト99フクピカトリガー 2.0 の強力タイプを使ってみました。で、使ってみた感想なんだけども、今のところまあ670円だなっていう感じ。まあ耐久性とかもまだ見てないので何とも言えないんだけども、けどまあそれより先にちょっと撥水の感じがこれで合ってんのかなっていう疑問。可能性的にあり得るとしたら、まあ、その拭くタオルっていうのがこのシュワラスターのワックスの仕上げ用のタオルをちょっと使ったんですよ。マイクロファイバークロスしか持ってなくて、で、泥のひどいところ、ドアを開けた下のところはちょっと一応ね、綿タオルでちょっと汚かったので、普通にそこら辺にあったやつを使ったと。もしかしたら、まあ、このタオルで施工すればまた何か変わるのかな。まあ、マイクロファイバークロスが NG な理由っていうのが、まあ、必ずあると思うんだよね。撥水力が弱まるか、まあ、その耐久性が弱まるか、まあ、ムラになるのかどうか、まあ、そこら辺はちょっとまだ分かっていないんだけども、耐久性はちょっと一旦置いといて、まあ、次回ね、タオルで撥水性能っていうのは変わるのかどうかっていうのをちょっと検証して、で、またその続編として、まあ、1ヶ月後2ヶ月後にこのタオルでこの耐久性が変わるのかっていう動画をちょっと上げようかなと今思っております。まあ、ただただちょっと撥水のあの性能がこれで正しいのかどうかっていうのが、まあ、気になって仕方ないので、だからまあ今のところ、まあ、おすすめできるのはドア開けたあの下の部分、あの部分って結構汚れやすくて、あそこが綺麗になってるだけで、ああ違うなって思うんですよ。僕はね、ちょっとホースとか、まあ、カーシャンプーを使って綺麗にした後に、まあ、コーティング剤とかいう流れなんだけども、まあ、中にはただ水拭きをする、パパッと拭いて綺麗にするっていう人もいると思います。そんな人は、まあ、これを使えば、まあ、さらにねツヤも出せるのでいいのかなと。まあ、水なしって書いてあるんだけども、まあ、砂とかがちょっとひどい場合はやっぱね落とした方がいいと僕は思うかな。とりあえず今回はこれにて終了。まあ、次回タオルで撥水性能が変わるのかどうか、まあ、気になる方チャンネル登録、あと高評価の方もお願いします。それではまた来週。待って、クロスでこんな違うの？